史上初の高校生チャンピオンに輝いた日本期待のホープである。このクラス最強の篠原、去年同様豪快な柔道が福岡で見られると思ったんですが、久々の試合なのか慎重なのか、初戦からあまり元気がありません。初戦とあとこの準決勝の巻き戦でも互いに攻めるシーンがなく、両選手に警告まで与えられてしまいます。判定では勝ちはしたものの、篠原らしさは出し切れないままの決勝進出です。一方の注目の若手、伸び盛りの宗田は好調です。準決勝の相手高森にも終了間際に豪快なこの裏投げ。初戦もベテラン薮に一本勝ちして、今日オール一本勝ち。勢いもある貫禄さえ漂う18歳の宗田が決勝進出です。100キロを超えるクラス、決勝に進んだのは篠原と18歳の宗田です。篠原はマスチ、マキシと破って決勝に上がってきました。一方の宗田は薮、そして高森、いずれも一本勝ちで堂々の決勝進出です。26歳、今世界最強と言われますこの篠原と注目の18歳宗田の対戦ということになります。この対戦も非常に楽しみですね。そうですね、もう私はね、この2人がどうやって試合をするかって一番楽しみにしてたんです。はい、もうあの宗田もね、今伸び盛りだし受けが強くて、もうもし篠原がもたもたするようだと宗田18歳で初優勝が出ますよ。はい、そんな期待を十分に抱かせます宗田が出てまいりました。篠原と宗田、100キロを超えるクラスの決勝です。奥襟を取りに行きました篠原、しかしこの辺りもすぐ、まあ、頭を上げてその釣り手を切りに行きます宗田。支え釣り込み足、篠原190センチ、宗田170センチ、20センチの身長差があります。ただこの加納杯でも宗田は勝ったわけですが、あのロシアのトメロフにも技ありを取って勝ったわけですよね。そうですね、もう非常に受けが強くて安定感がありますよね。はい、そして勝負度胸がいいしですね、もうあとこれに技のキレをつけたらすぐ世界と戦えるんじゃないですか。はい、もう非常に精神的にも安定してますから。ただ今篠原は強いですよ、もうあガポンと持ってですね、はい、頭を下げさせたら篠原の勝ちです。はい、まあ、そのあたりがこの宗田初めての篠原への挑戦でどんな試合を見せてくれるでしょうか。これコンタクトが取れたんですね。そうみたいですね、どこに行ったか分かんなくなったんでしょう多分。以前あの小材選手も決勝でこういうことがありましたけどもね、どうやら大丈夫のようです。宗田100キロを超えるクラスの決勝、篠原と宗田の対戦です。さあ上から持ちに行きます篠原、支え釣り込み足、ちょっと篠原グラッとした。まあ、篠原はアジア大会でももちろん優勝しまして、今この篠原とドゥイエ、この2人がやはりこのクラスの世界最強という感じでしょうかね。そうですね、まあ、あのトメノフがいますからね、はい、あのそう簡単にはつけれませんけど、まあ、ただ今世界で一番強いと私は思います。はい、その充実の篠原に対して若い宗田がどこまでどんな柔道を見せてくれるか非常に楽しみです。こんな風な組み手をしていると宗田は不利になってきますね。はい、まあ、加納杯に勝った後今年はオーストリアに行きましたこの宗田、両選手に指導です。まあ、自分自身まだまだやはり大きな選手とやるときに組み立てができていない、そういった話をこの宗田しておりました。しかし海外遠征してもやはりそのいろんな試合を冷静にこう宗田自身18歳とは思えないの分析をしてますよね。そうですね、そして向こう動じないですよね、海外行っても、はい、もうベテランみたいな感覚で動いてますからね、恐れを知らないっていうのが一番いいところですよね。なかなかこう表情もちょっと愛嬌があるんですが、こう味がありますよね、雰囲気を持った選手ですよね。さあこの組手は篠原ですが、大外うまく体重を逃していきます。あのトメノフとやった加納杯もそうですが、なかなかこう体重をうまく移動するっていうんですかね、重心の移動がうまいですよね。重心の移動がうまいから受けが強いんですよね。はい、まあ、篠原もですね、はい、あの不要意な技はいけません、はい、不要な技に行くとですね、そこをうまく合わせて返したり透かしたりしますからね。
あのトメロフが自分と試合をしてバランスを崩せなかった転ばなかった選手はこの選手が初めてだとあのトメロフに言いました。宗田のバランスです。あ外に小外後悔になりました。後悔になりました。まあ、随分この身長差はありますけど田村さんこの試合どんな印象ですか。そうですね、やはり篠原選手のがやはり経験が、今までの経験がすごくこの試合に出てるなっていうのを感じるんですけど、はい、やはりこの宗田選手も去年までは高校生で、一度行動学者の方に練習行かせてもらった時があって、はい、でその時に宗田選手壁に向かって逆立ちをして、そこで腕立て伏せをしてるんですね、はい、だから自分の体重を腕だけでこう出立て伏せをするというすごいパワーの持ち主だなと。なるほどね。まあ、軽量級がやるって言ってもすごくきついことなんですけど、はい、すごいパワーがあるんだなと感じました。まあ、今の田村さんの話ですがやはりこの強い選手はそういったまあ隠れた努力といいますかねいろんなものがやっぱりあるんですよ ね。この白花に対して前に出ていきます宗田。この春から明治大学に進学しましたこの宗田。まあ、すっきりと優勝した吉田監督が宗田の試合をじっと見ています。もうですね吉田試合が終わったらコーチボックスに入ってるんです。あ、なるほど。もう監督ですから宗田の、はい、指導しなきゃいけないんですね。まあ、しかし指導のしがいがあると言いますか非常にこの楽しみな素材ですね。そうですね頼もしい存在になってきてますよね、はい、両選手に注意が与えられました。まあ、しかもその加納杯の優勝がフロックでないというのは今日のやはり薮高森いずれも一本勝ちで勝ってきてますからね。そうですね。そしてこの全日本にも出ますしね、はい、でその東京予選で1回だけ僅差であと全部一本勝ちです、はい、準決勝の牧選手と戦った時だけですかね。そうですね、一本取れなかったのはそれはもう全部一本勝ちですから、はい、もう末恐ろしい大学1年生です。普通ですとねこの身長体重に恵まれてっていうのがあるんですけど、はい、身長には恵まれてませんから ね。このハンディをね、まあ、この柔道のうまさでしのいでますよ、はい、ただこの組手はいけません、はい、この組手は篠原の完全な組手ですからね守るのが精一杯です。まあ、先ほどもこういった感じで小外気味に効果を一つ奪われました宗田。なかなかこの篠原から上からもたれると体力消耗して動けないんでしょうけどね。そうですね篠原も行かないですね。あ、慎重ですかちょっと。両選手に警告です。さあ残り試合時間1分になりました。18歳の宗田どこまでこの篠原に迫っていけるか。足を払いに行く。今や世界最強と言われますこの篠原を相手に一歩も臆するところがありません宗田。ただこの篠原もですね、はい、去年の暮れのアジア大会で怪我をして、ちょっと練習をそして試合から遠ざかってたんですね、はい、それで少し動きがぎこちないですね。あ、そうですね。篠原はしたがって今年のヨーロッパ遠征にも参加しておりませんで去年の12月のアジア大会以来の今日が実戦ということになります。もう怪我復帰第一戦ですからね、はい、体落とし。ちょっとバランス崩しました。会場からドーッというため息が漏れました。この最近しかしこの篠原をこれだけ攻めてる選手はあまり記憶にないですね、思い切ってやってほしいですね、はい、もうあと1回チャンスありますから。残り10秒もろ手が出を見せました宗田。さあ18歳の宗田、あ、この組手は篠原最後はコーチを仕掛けていきましたが試合終了です。あと一歩及ばず宗田、しかしナンバーワンの篠原相手に堂々の試合ぶりでした。世界最強の篠原、この宗田の初挑戦なんとか退けました。しかし18歳の宗田実に息のいいキビキビとした試合内容でこの場内を沸かせました。